皆さん、おはようございます。4月からの仕事のうち、本来こなすべき職務は軌道に乗ってきたのに、他のある職務に対してはいきなりこなせるか不安しかない状況になっているうつ主です。個人としての生活や趣味、そして本来の職務との両立が精神的にできるのでしょうか。さて、南海レポート5月号は、以前にもやりましたある土曜日の空港急行と特急サザンの運用車両を紹介します。今度の改正で8両の空港急行の一部が6両に短縮されるらしく、今回のうちに現状を把握しておきましょう。空港急行は日中は15分間隔での運行、8編成で運用を回しています。この日最初に確認したのは、まさかの物録運用。1031編成+1033編成+1036編成でした。反対側からは、9501編成の普通車がやってきましたね。そういえば、しばらく9509編成が走っているところを見かけないのですが、どうしているのでしょう。この次、2本目が8310編成+8707編成+8708編成。本線の8300系は少しずつ組み合わせのシャッフルが進んでいるようです。3本目は6両編成で9511編成でした。9000系6両編成2本のリニューアルは、その効果が4両編成ほど大きくないため、それなりに後回しになるかもしれません。しかし、いざリニューアルが完了すれば、南海から突破制御車が消滅することになります。4本目から6本目は8000系の8両編成が連続します。まずはこちらの8007編成+8005編成、その次が8010編成と8004編成。ところで、この映像を撮影した隅の江検釈では、それなりの数の1000系が待機していたため、改正以降はこの昼寝している編成を叩き起こして運用させるのか、はたまた4+2要素制を若干増やして対応するのかが気になります。そして6本目は8006編成+8008編成でした。8両組成は平日朝ラッシュ時の上り急行、空港急行の数だけ残し、あとは6両や4両単独での運用に回されるかもしれません。そうなった場合、若干の休暇他社の廃車も覚悟しておいた方がいいかもしれませんね。そして7本目はその可能性がありそうな3513編成+3515編成でした。なお映像はありませんが、最後の8本目は8302編成+8702編成+8701編成でした。特急サザンの方は、難波と和歌山市の間をちょうど1時間で結んでいるという分かりやすさから、時々隅の江川で車両を交換しながら5編成が営業列車として走行しています。まずはどうやら2023年まで運用を継続するという14編成ハイドサザンです。中間の車両は元第1編成です。これをトップナンバーとはさすがに言いにくいと思うのですが、自由席車として従えるのは7177編成でした。この日の租税で特筆すべきは、1万系の相方となる7100系4両のうち、2編成が2両編成 ×2 であったということ。これまでも1編成というのはよく見られましたが、
2000系というのは初めてです。というのも7100系の2両編成は、ワンマン仕様以外は6編成しかなく、本質的に貴重なのです。組成は、こちらが7135編成足す7159編成足す1万9編成。こちらが7155編成足す7179編成足す1万8編成でした。一般的に南海の編成組成は、難波側に両数の多い編成を持ってくることが大半ですが、この砂岩と高野線の2000系ズームカー急行のみが例外となります。この日の組成、あとは8012編成足す12001編成、そして7129編成足す10編成。この日は17編成がお休みでした。なおこの編成は3時頃に車両交換で住之江に入庫、代わって和歌山市方向へ走っていったのが9505編成足す12002編成でした。さて、今回のレポートはここまでとなります。今月は連休の7日連続新作投稿に始まりましたが、基本的に週1本を目処に動画を公開していきます。毎月投稿を目標としているこの南海レポートですが、取材できる機会が大きく減ってしまったため、作品を作ることができなくなるかもしれません。その場合は大体として3話線を題材にしたレポートを投稿する形を取れるように発したいと思います。また鉄道旅実況についても一本の公開が決定している以外は、数年前の旅の編集がなかなか進んでいないのが現状です。なんとかできたらいいのですがね。ご視聴ありがとうございました。それではごきげんよう。